ジエリチャンネル。こんばんは、発信型メイクアップアーティストのカジエリです。今日はですね、私の一番の肌悩みである開き毛穴、こちらをカバーしていく方法をご紹介していきます。私は夏よりも冬の方が毛穴浮き、毛穴落ちしやすくって、まあ、同じような方もいらっしゃるかもしれないので、そういう方にもおすすめな組み合わせなんかも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、まずは私の毛穴状況をお見せしたいと思います。ちょっと閲覧注意かもしれないんですけど、画質良くしたからさ、だいぶわかるかもしれない。このぐらいアップにしたらわかりますかね。私の毛穴の感じはこんな感じでございます。はい、右よりもどちらかというと左の方がこうパックリ開いてる、いわゆるみかん肌ですね。私はなんか黒ずみ毛穴っていうよりはパックリ開いてるタイプの開き毛穴です。で、小鼻の周りがちょっと赤くて、この小鼻の際の部分に昔よくニキビができやすかったので、角栓をねピュッて抜いてしまったりとかして、この辺がパックリ開いてます。この辺ですね。まあ、あとは鼻のこの辺とか、ほっぺの内側の方とか、その辺が結構開き毛穴気になります。で、あとは眉間もちょっと気になりますね。ちょっと凹凸ポコポコして、なんか開いてるの分かると思います。まあ、主に T ゾーンが結構しっかりめに毛穴が開いちゃってる感じのお肌です。はい、見ての通りパックリ穴が開いてしまってるような状態になってしまってるので、皆さん絶対に角栓は抜かないように、もう私はめちゃめちゃ後悔してます。で、開き毛穴の方はしっかりスキンケアをした後、この毛穴が開いてる、まあ、毛穴が気になる部分ですね、にティッシュオフしてあげます。スキンケアの油分が残ったまんま化粧下地とか、あと日焼け止めとかしてしまうと、まあ、それこそよれやすくなってしまったりとか、毛穴浮きしやすかったりするので、まあ、鼻周りだけでもいいから、とりあえずこの毛穴が開いてる部分のところの油分はしっかりこうティッシュオフで油分を取り除いてあげる。小鼻とかもしっかりめに、はい、でもこうギュッギュッとか擦ったりとかせず、こうちょっとこう抑えるぐらいで、はい、ティッシュオフしてあげます。もう顔周りとか保湿感が欲しいところは特にティッシュオフしなくていいので、もうとりあえずその毛穴が開いてる部分にティッシュオフしてあげる。で、まず化粧下地、こちらラロッシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップクリアです。これ別に特に毛穴カバーに特化した化粧下地ではないんですけど、私は一番毛穴浮きしにくかったかも、この季節。なんか他にも、まあ、今の季節だったらこの RMK のスムースフィットポアレスベースも毛穴浮きせずに毛穴をぼかしてくれるんですけど、これって SPF 入ってないんですよ、ほぼ。なんか SPF3 とかそれぐらいしか入ってなくて、 PA もほぼほぼ入ってないので、結局上から日焼け止めを塗らないといけなかったりとかして、結構二度手間になってしまうのがマイナス点だなと思ってて、で、他にもあのムーのね、スキンスムーザーだったっけな、とかもよく使うんですけど、最初は良かったとしても時間経ったら乾燥してきて毛穴浮きしてきたりとか、まあ、この季節はちょっとしてしまうんですね。でもこのラロッシュポゼのクリアは凹凸を滑らかにカバーしつつ、ピタッと密着してくれて、テクスチャーが他のホワイトとローズと違って、このクリアのタイプはちょっとうるさらっとしてるタイプなんですよ。なんかホワイトとローズは結構しっとりめで、中には重く感じる方もいらっしゃるかもしれないんですが、このクリアのタイプは非常に軽くて、ちょっとねサラサラっとした感じのテクスチャーなんですよ。こんな感じで伸びはいいんですけど、結構サラッとした仕上がりです。だから冬でも T ゾーンはテカるよっていう方は特におすすめかも。で、やっぱ SPF50 プラスの PA4 プラスあるので、しっかり UV ケアできるっていうのもいいなって思います。はい、それでは塗っていきます。この辺のちょっと凹凸がね分かる部分に塗っていきますね。分かりやすいように半分だけ塗っていきます。こっちだけ塗っていきます。まずほっぺたのところを外側に向かって塗っていきます。そう、これ塗り方があるんですけど、毛穴が開いてる方ってこう毛穴の凹凸を隠したいがためにくるくるくるってやったりとか、塗り込んでいく、内側にギュッ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 って押し込んだり、毛穴の凹凸を埋め込もうとしちゃうと思うんですが、これやっちゃうと逆に悪目立ちする気がします。なんか私の経験上ですけど、内側にくるくるしたら最初は良くても時間経ったらめっちゃ毛穴浮きしてきたりとかして、なんか良かった試しがないので、必ず内から外、毛穴が開いてる方向に向かって塗っていきます。これね、ほんと一回やってみてください。騙されたと思って、毛穴の開いてる方向、外に向かってですね、塗っていきます。そうするとつるんとカバーされるのでおすすめです。埋め込もうとしないでください。これはもうこの下地やからとか関係なく、塗り方ですね。気になる部分は毛穴の方向に向かって塗っていきます。やっちゃいがちですけどね、気持ちはわかるけど、だからくるくる塗っていくのはやめておいた方がいいと思います。はい、こんな感じですね。今これ塗った方です。凹凸がつるんとカバーされてる感じがあると思います。でもね、ベタベタ感もなく、すっごい軽いのでおすすめ。こっちが塗ってない方です。
って塗った方、めちゃめちゃ凹凸のカバー力があるっていうわけではないけど、保湿感もありつつピタッとフィットして次使うファンデーションのフィット力を高めてくれるのでおすすめですね。じゃあ半分また塗っていきます。次使っていくのはこちらローラメルシエのクッションファンデーションです。 1N1 クリームっていう色ですね。こちらはまあ特にこれも毛穴特化してるっていうわけではないんですけど、この組み合わせがめっちゃ毛穴浮きしづらかったです。でこのファンデーションは肌をめっちゃ滑らかに上品に見せてくれるので結構お気に入りのアイテムです。クッションファンデの中では一番人気なんじゃないかな。でこれをトン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 ってしていくんですけど、これもコツがあって、普通にこうやってトントントンって叩き込むんじゃなくって、トンスートンスーみたいな感じでそれを細かくやっていくイメージです。なんかただ叩き込むだけじゃ毛穴の凹凸ってそんなにボケないんですよ。でもトンスーってすると毛穴がスーって見えなくなります。ちょっと早いかもしれないけど見ててくださいね。こんな感じ、トンス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 トンって感じです、はい、ほっぺたの毛穴こんな感じ、トンス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 、これでほっぺたの毛穴とかだいぶね凹凸がなくなりましたよね。こっち見てください、この辺の凹凸わかると思います。でもこっちわかりにくくなってると思います。次鼻やっていきますね。鼻もこれギュッギュッギュッって押し込まない、これも滑らせる、まあ、よくありがちなのはギュッギュッギュッですよね。鼻の毛穴の凹凸に向かってギュッギュッって押し込むっていうのがあると思うんですけど、これ NG です。これやっちゃうと悪目立ちするので、下に向かってというかこう外側に向かって滑らかに滑らせていきます。これは特にもうトントントンってするんじゃなくってこう滑らせる、鼻は滑らせてぜひ。でこの私が気になってるここね、この小鼻の毛穴の部分も滑らせる、押し込まない。ほらだいぶ見てすごくない？これでねだいぶ毛穴浮きとかもマシになります。普通にギュッギュッてやるよりは全然マシです。で綺麗にカバーされる凹凸が。で他特に気にならない部分はもうトントンでいいです。普通にでいいです。毛穴が開いてるところはトンスー、これ覚えててください、トンスーです。これはね開き毛穴で悩んでる人にしかわからんと思う。もう時間が経ってきた時の悪目立ちの仕方とか同じ悩みの方はすごい共感してもらえる気がする。はい、半分比較していくとこんな感じです。こっち塗ってない方、こっち塗った方、ちょっと遠くじゃわからないかもしれないので近づきます。こちらが塗ってない方、こちらが塗った方です。凹凸のなさ、滑らかさがね全然違うと思います。で次フェイスパウダー、プリマビスタのポアレスフィクサーっていうものを使っていきます。これ最近発売されたフェイスパウダーなんですけど、これ毛穴をカバーできるフェイスパウダーなんですよ。カバーできるっていうとちょっと違うかもしれない、なんかね毛穴をぼかしてくれるフェイスパウダー、ほんとその名の通りフィクサーって感じです。なんか毛穴の凹凸がふやーってぼけてくれるんですよ。なんかフィルターかけたみたいな。私はこのメロンっていうカラーを使っていくんですけども、ちょっと緑がかってて小鼻の赤みとか私激しいから、鼻周りとかに適してる気がします。で粉質がめっちゃサラサラしてて、ちょっとね粉なんで分かりづらいかもしれないんですけど、もうねサラサラすぎて大福みたいな粉質です。大福の粉みたいな、もうほんまにふわふわサラサラ、こんな感じの粉質です。こう馴染んでサラサラになっていきます。音とか聞こえるかな、ほんとすべすべ言ってるんですよ。で今もうこの手の甲に塗っただけでもうキメがもうボケてるそれぐらいね本当にこうフィルター感があります。でパフも結構ね分厚くって、これもめっちゃ使いやすいです。肌あたりが優しい。でケースにこういうフィルムもついてるから、この粉の上にこのフィルム乗っけて、わかる今ふわーってなったでしょでパフ収納できるので、ここもいいところです。でこれをトントンとパフにつけてそのまま乗っけるのは NG。 もうそれやっちゃうとねもう粉まみれっぽくなって逆に乾燥っぽくなるから、必ず手の甲にポンポンスリスリってしてあげます。このポンポンスリスリが大事。このポンポンスリスリさせて、ちゃんとこのパフの中に粉を含ませてあげるんですよ。でつくかなついてないかなって思うぐらいで大丈夫です。もう粉感がなくなるようなぐらいまで含ませてあげて、で鼻の部分だったりほっぺたのその毛穴の気になる部分にのせていきます。これも同じようにポンポンスリスリ、ポンスリなんですよ、ポンスリポンスリポンスリ、もうほんまにこれだけでいいです。なんかパン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 ってはたかない、もうポンポンスリスリポンポンスリスリを重ねていくだけでめっちゃボケてくれます。粉は多くはたきすぎない、これ重要。まあ、テカっちゃうかもとか思ったりとかして、あと固定させたいね、そのファンデーションとかもっとカチッと固定させたい、フィットさせたいっていう意味でパンパンはたきがちなんですけど、これねやっちゃうと逆にパサパサになってきたりとか乾燥
層崩れしてしまったりするので、もう優しくパフの毛先が当たってるかなっていうぐらいの優しいタッチ、本当赤ちゃんにこうポンポンってするみたいな感じで、もう自分の顔赤ちゃんだと思ってくださいそれぐらい優しいタッチでポンポンスリスリしてあげます。そうすると毛穴がまか不思議ふわっとぼけてくれます。はい、こっちと比較してどうでしょう。もうちょっとアップにした方がわかるかな。こっち何もつけてない方、こっちがつけた方、凹凸がだいぶ滑らかにふわっとカバーされてるの分かりますかね。めっちゃ綺麗なんです。そうなんですで毛穴浮きしづらいと。であれ、コンシーラー工程忘れてないって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、コンシーラーはこの後、コンシーラーはですねフェイスパウダーの後にやっていきます。私のお気に入りの 24H コスメのミネラル UV コンシーラーですね。こちらもうちょっと底見えしてますが、これをボビーブラウンのブラシで塗っていきます。最近はもうこのまま直接塗ってこれでぼかすんじゃなくて、ブラシを直接コンシーラーにつけて、この私の頑固なメガネ跡のようなこれをカバーしていってます。そうするとよりフィット感があって崩れにくい。フェイスパウダーの後にしてあげるのがね一番良い、私的に。最近やっぱね、フェイスパウダーの前にコンシーラーをするっていうのが今まで多かったんですけど、それだとフェイスパウダーをしたら浮いてきちゃうんですよね結局。まあ、これシミそばかすがある方は特に共感してもらえるかもしれないんですけど、私の場合はシミとかあと赤みなんで、フェイスパウダーをした後にこう薄くコンシーラーをトントンって重ねた方が効率もいいし、なんか綺麗に保ってくれるような感じがあります。なのでこんな感じで薄くつけていく、なんかコンシーラーをドバッとつけるような感じじゃなくて薄く重ねて見えなくするみたいな感じですね。はい、どうでしょう。だいぶ毛穴も色ムラも整ったと思います。全然違うくないですか。凹凸が綺麗に滑らかにカバーされたと思います。でこの組み合わせは個人的に毛穴浮き毛穴落ちもしにくかったです。で中にはさ、普通にもう下地とファンデーション塗っただけで毛穴浮きしてきたりするものもあるじゃないですか。今回そういうのもないし、まあこれは個人の感想ですけど、でも私はこの組み合わせが一番時間経っても毛穴浮き毛穴落ちしにくかったです。じゃ反対側もやっていきます。はい、いかがでしたでしょうか。だいぶ綺麗になりましたよね。もうこのやり方ぜひ毛穴の凹凸で悩んでる方試してみてほしいです。でまあ最後に紹介したこのプリマビスタなんですけど、これは6色展開で、私今回メロンを使ったんですけど、メロンはセミマット仕上げでこう赤みとかを補正してくれるタイプって感じで、他にもパール入りのものとかがあったりとかして、こうツヤ肌仕上げのものもあるので、まあ、そういったものも自分の好みで選べるといいかなと思います。毛穴の凹凸はもう永遠のテーマなので、毛穴浮き毛穴落ちで悩んでる方ぜひ参考になれば嬉しいです。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。